全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第9節レイソル対シエロ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。序盤戦の調子はどうですか？このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半13分、シエロサイドに広がります。縦パス、山本パスを出します。コスタうまくつないだ。山本、磯貝、渡辺、カットしました。ドリブルで攻め上がります。前半25分、レイソル、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。柱谷、このボールを受けました。あまり中盤にいい選手がいないんですよね。外れてしまいました、残念。飯島、ややディフェンスが手薄になっていました。前半37分、レイソル、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。澤田パスを出します。ネルシーニョ、フェイントをかけます。通りました。澤田、フェイントをかけます。ロングパス、菅野、誰にパスを出すのか。下平、このシュートはクロスバーの上。現在のところ得点はありません。前半の攻防はどうだったでしょう？決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半14分、レイソル、チャンスになります。オーバー、うまくつないだ。下平、チャンスになります。精神的なプレッシャーにも菅野、うまいフェイント、ゴール。飯島、ちょっと反応が遅れました。今試合終了のホイッスルが鳴りました。1対0、レイソル、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか？あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第10節、シエロ対フリューゲルス、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。序盤戦の調子はどうですか？このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半12分、フリューゲルス、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。澤田、体で止めに行った。中田、このボールを奪いました。前半24分、フリューゲルス、ここからどう展開するのか。ジーニョ、ラモス、ちょっと精神力が足りませんね。ボールから気持ちが離れていますよ。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半開始早々、シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。コスタ、ショートパス、ウンガ、うまくつないだ。コスタ、パス、ラモス、フェイント、ちょっと彼はまだゴール、ゴールに蹴り入れました。後半戦の序盤、フリューゲルス1点を追うゲーム展開です。ショートパス、時々中盤のまとまりの悪さが元でピンチを招くことがあるんですよね。気をつけてほしいですね。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。岡野、かわされてしまいました。磯貝、カットしました。後半もすでに25分を経過しました。シエロ、この辺りで追加点が欲しいところです。コスタ、ここからどう展開するのか。ショートパス、
ルンガフェイントをかけます。ルンガポスタ、村田はカットしました。ドリブルで攻め上がります。後半もすでに25分を経過しました。シエロ、ここからどう展開するのか。野田、先ほどから試合に入っています。中田、ボールを運びます。ゴール前激しいプレイ、川田、これが決まった。森、プレイに焦りが感じられます。試合終了の笛が鳴りました。2対0、シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻守の歯車が噛み合ったいい試合でした。攻撃では2点を取って守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第11節、エスパルス対シエロ、雲がかかっています今日の試合。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。
前半の立ち上がり、エスパルス。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ショートパス、白井、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。ジアス、うまくつないだ。伊藤、白井、豪快に決めた。前半14分、エスパルス1点を先制しています。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。堀池、ボールを運びます。フェイント、ショートパス、ジアス、ここでフェイント、ゴール前、マッサーロ、一瞬の隙を突いて決めました。目が覚めるようなゴールです。前半15分、エスパルス早くも2点を奪い、かなり余裕のある展開を見せています。ハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。内藤、どんどん切り込んでいきます。マッサーロ、ボレーシュート。内藤、もったいないことをしました。前半15分、エスパルス早くも2点を奪い、かなり余裕のある展開を見せています。堀池、ここでフェイント、ジアス、このボールを受けました。全員で伊藤、どうだ、パンチング、ブンガ、クリア。伊藤、コーナーからゴールを見つめます。選手が上がっていきます。蹴った、堀池、外れてしまいました。残念。飯島、なんとか守りきりました。前半27分、シエロ、早くも2点のビハインド、早いうちになんとか1点を返したい。運が綺麗にボールがつながります。ラモス、チャンスになります。もったいないことをしました。前半38分、シエロ、2点を追う苦しい展開となっています。磯貝、どんどん切り、ショートパス、コスタ、素晴らしいコンビネーション、上げた、岡野、ゴール。これはラッキーなゴールでした。シエロ、1点を返しますが、まだまだ差は大きい。息詰まる緊迫した試合展開となりました。前半の攻防はどうだったでしょう。1点差ですからね。これ以上点を取らせないようにしのいでいけば、必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。さあ後半45分のスタートです。後半戦始まったところ、エスパルス現在リードしていますが、その差はわずかに1点。澤田、バランスを崩してしまった。この人は本当に精神的に強いですね。常に冷静にプレーするあたりはさすがですよ。内藤、一気に攻め上がります。
内藤、三浦、マッサーロ、三浦、ファインゴール。ここで試合終了です。3-1、エスパルス、この試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか？守備の弱さを露呈したゲームでしたね。いくら得点をしても失点を抑えなければ勝つことはできませんよ。守備を立て直すことが課題でしょう。全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第12節、シエロ対アントラーズ。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今、戦いの火蓋が切って落とされました。前半の立ち上がり、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ロングパス、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。内藤、かわされてしまいました。ボール、ゴール前、磯貝、これはいい位置にいました。中を見てあげた、岡野、このままシュート、一瞬の隙をついて決めました。
前半12分、シエロ。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。フェイントをかけます。ショートパス、立てます。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ラモス、うまく今の岡野、磯貝、どうだ、誰もいません。かろうじてこのピンチを乗り切りました。前半13分、アントラーズ、早くも1点を追う展開を強いられました。通りました。ジョルジーニョ、ドリブル、誰にパスを出すのか。石井、前田、このボールを奪いました。前半36分、シエロ。この辺りで追加点が欲しいところです。いった、ラモス、これが決まった。これは広いものの1点です。内藤、さあコーナーキックのチャンスです。チャンスになります。蹴った、モーゼル、あーと外してしまった。飯島、なんとか守りきりました。一方的なペースで試合を進めました。前半の攻防はどうだったでしょう。2点のリードで後半戦に入れるのは心理的には随分有利に戦えますね。しかし油断をしてはいけませんよ。初めから気を引き締めていってほしいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。引き続き一方的な展開になるのでしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半26分、シエロ、現在2点のリードを奪っています。やはりイエローカードが出されました。後半26分、シエロ、現在得点は2対0。ロングパス、岡野、磯貝、松原、磯貝、ファインゴール。後半37分、シエロ、もう負けることは考えられません。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。イエローカード、試合終了の笛が鳴りました。3対0、シエロ、見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。まさかこれほど点差が開くとは試合前には予想がつきませんでしたね。何もかもがうまくいった完璧な勝利と言えるんじゃないでしょうか。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第13節、ヴェルディ対シエロ。あいにくの雨となりました今日の試合。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半の立ち上がり、ヴェルディ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。津波、ドリブルで攻め上がります。北沢、フェイントをかけます。さあここからどん得意の角度だ。蹴った、アルシンド、惜しい、外れた。コスタ、このボールを奪いました。前半38分、ヴェルディ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。石川、パスを出します。林、フェイント、このパスが通った。石川、フェイントをかけます。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。長谷部、上げた、アルシンド、飯島、直接キャッチしました。澤田、フリーキックです。守りの形を整えます。蹴りました、ジャンピングボレー、エクセレント、ビューティフルゴール。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか。そうですね、しかし1点のリードではまだまだ安心はできませんよ。後半は当然相手は攻撃的な布陣に変えてくるでしょうから、早い時間にもう1点欲しいですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。前半の好調を持続することができるか。さあ後半45分のスタートです。後半戦始まったところ、ヴェルディ1点を追うゲーム展開です。エンブー、ドリブル、おーっとボールを取られた。ウンガ、思いっきりのいいプレーでした。後半13分、シエロ、この辺りで追加点が欲しいところです。コスタ、このボールを受けました。ここでフェイント、なかなか中盤から前線にボールが出ません。アルシンド、通され、反則加工のプレーだ。レッドカードが出されました。これで次の試合は出場停止になりました。アルシンド、退場になります。すごすごとグラウンドから出ていきます。後半もすでに25分を経過しました。ヴェルディ、選手が上がっていきます。ビスマルク、ドリブル、津波、石川、フェイントをかけます。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。柱谷、一人で持ち込みます。ここで攻撃のリズムを変えます。ロングパス、長谷部、誰も止めることができません。このシュートはキーパーの真正面。飯島、ゴール前に立ちはだかります。後半38分、シエロ、先制ゴールを決め1対0と勝利に近づいています。柱谷、止めることができない。松原、速い攻めで一気に崩すか。
磯貝、石川、このボールを奪いました。岡野、さあペナルティーキックです。いった、飛び込んできた、川田、ゴール。試合終了の笛が鳴りました。0対2、シエロ、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか？攻守の歯車が噛み合ったいい試合でした。攻撃では2点を取って守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第14節、シエロ対ジェフ。月も雲の中に姿を隠しています。今日の試合、このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半37分、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。前田、ここでフェイント、パス、ラモス、うまくつないだ、前田、いった、磯貝、クリア、真中、よく反応しました。前半38分、
ジェフ、ここからどう展開するのか。立てます、マスロバル、フェイント、ロングパス、宮澤、ドリブルで攻め上がります。ここからどう展開するのか。宮澤、後藤、前田、かろうじてこのピンチを乗り切りました。ドリブルで攻め上がります。現在のところ得点はありません。前半の攻防はどうだったでしょう。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半の立ち上がり、ジェフ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。カウンターのチャンスです。おーっと、ボールを取られた。エジリ、周りの状況がよく見えています。後半13分、ジェフ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。中西、フェイント、このパスが通った。かろうじてパスが通ったという感じですね。後藤、シュート、このシュートはゴールマウスをそれました。後半25分、ジェフ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。澤田、倒された。真中、パスを出します。江尻、ここでフェイント、通りました。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。秋葉、ドリブルで攻め、うまく繋いだ。ルーファー、チャンスになります。あーっと、外してしまった。岡野、PK です。蹴りました。ここに選手が詰める。澤田、ゴール、ゴール、ゴール。今試合終了のホイッスルが鳴りました。1対0、シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第15節、シエロ対アーペ。あいにくの雨となりました今日の試合。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半戦の序盤、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ブンガ、コスタ、前田、ルンガ、ゆっくりとボールを回しています。コスタ、ドリブルでパス、ルンガ攻め込むチャンスを伺い、ドリブル、沢田、これは痛いミスです。ちょっと集中力が欠けたプレーでした。前半12分、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。左に叩きます。ラモス、止まらない、まだ止まらない。コスタ、ルンガ、フェイントをかけます。一人で持ち込みます。パス、伊達、パンチングで弾いた。ルンガ、シュート、これが決まった。ゴールに叩き込んだ。前半37分、アーペ、1点を追うゲーム展開です。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ロングパス、ムバラーク、ドリブル、プレッシャーに負けてしまった。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。前半の好調を持続することができるか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半の立ち上がり、アーペ、1点を追うゲーム展開です。全員で協力して守ることが全くできていませんよ。これでは簡単に、矢野、上げた、大本、クリア、フランコ、周りの状況がよく見えています。後半の立ち上がり、アーペ、1点のリードを許しています。左に叩きます。アブドゥラ、ドリブル、飯島、直接キャッチしました。矢野、ここからどう展開するのか。ボールをアブドゥラ、このボールを受けました。パス、桜井、うまくつないだ。アブドゥラ、積極的に前に出ていく、ドリブル、飯島、ナイスセーブ。後半25分、アーペ。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ワンデンベルク、フェイントをかけます。保坂、桜井、ワンデンベルク、保坂、攻め込むチャンスを伺います。
桜井、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。上げた大本、ゴール！これはラッキーなゴールでした。アーペ、とうとう同点に追いついています。岡野、さあペナルティーキックです。蹴りました、これはどうだ、沢田、ゴール！後半38分、シエロ1点リード、このまま逃げ切れるか。コスタ、うまくつないだ。桜井、体で止めに行った。ルンガ、抜きました、ショートパス。ラモス、ここでフェイント、ドリブルで攻め上がります。どんどん切り込んでいきます。磯貝、沢田、ゴールネットを揺らしました。理想的な展開でした。今試合終了のホイッスルが鳴りました。3対1、シエロ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻撃に関しては好調なようですが、守備にはまだ多少問題があるようですね。どんな試合でも失点をなくせば負けないわけですから、さらに守備に磨きをかけてほしいですね。